皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、こちらアットコスメでの購入品をご紹介していこうと思います。気になってたリップがあってね、それを買いに行く予定だったんですけども、4枚も使ってきちゃったあそこ行くともう買っちゃうよね。まあでもどれも本当に大満足しているお買い物なので、みんなにも見ていただこうかなと思います。まず一つ目、買いたかったのがこちらですね。ルナソルのフュージングカラーリップスです。で、お色もすごい悩んだ挙句、結局ですね、限定の EX01 番を購入しました。これは店舗でもタッチアップをしていて、もともと気になってたアイテムなんですけども、パッケージはこんな感じ、いいよね。で、中のお色が、こういったお色になっております。もうね、めちゃくちゃ使いやすいです。この色、手元に塗るとこんな感じのね、すごいいいお色じゃない。そしてね、ちゃんとこうツヤ感も出てくれるような根気らしいリップなんですよね。実際に塗っていくと、はいね、すごく素敵な色じゃない。明るさもねあるので、これから春夏にかけてもすごく相性いいカラーかなと思っていて、とってもいい色。ツヤもすっごいツヤツヤすぎるってわけではなく、程よいこのツヤ感で、このリップのいいなと思った点が色持ちの良さかなと思っていて、一回ティッシュオフすると、まあ、このような感じで落ちるんですけども、ほら色づきがまだ残ってくれてるでしょ。で、これがね、長く持ってくれる感じがします。そして唇の荒れ感とかもタッチアップした感じなかったので、すごくこれから活躍してくれるリップになる気がしております。で、今期、カネボウ、スック、あとルナソルの新作のものはね、全部ゲットして、どれもそれぞれすごく良さがあるんだけれども、その中でも色持ちはね、やっぱこれが一番ダントツな感じがしたんですよね。あとこれパッケージもね、ここがマグネットタイプなんですよ。このね、パケも中でも私は一番気に入っています。カネボウやスックはこうむっちり感だったりとか、こう滑らかな唇の感じをするんだけど、これはね、若干、本当に若干なんだけど、粗さみたいなのを少し感じます。そこまで、気にするほどではないんだけどね、もしかしたらそれが色持ちの良さに通じてるのかもしれないんですけれども、はい、という感じで一つ目がこちらのリップね。さあ、そして続いてがこちらです。フロゴラシスのプレストパウダー限定のパッケージのものを購入しました。こちらがポップアップで販売されていて、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。いや、さすが中国コスメっていう感じで、こんなパッケージなのもすごい美しくないですか。こういうレザー調で、さらにこう押し印みたいな感じになっているものなんですけども、これがね、遊牧シリーズっていうものでして、イメージで言うとこういう感じですよね。なんかこうモンゴルみたいな感じの、こういう革っぽい感じの素材感とかイメージがもうそのまんま美しく表現されているなっていう気がしていて、フローラッシュのパウダーはね、これもすごい好きで使ってるやつが、プレストではなくパウダータイプのやつなんですよね。こういう、これもすごい人気ですよね。中がこうパウダーになっていて、パフがついているっていうものなんですけども、今回はプレストパウダーなので、より薄く持ち運びがしやすい、形状になってます。今回私が選んだのが04番のラベンダーカラーなんですけれども、こんな感じです。このパウダーの質感がね、めちゃくちゃ良かったです。固まりすぎてなくって、こういう感じで触ってたら、もう本当に軽い力でもふわふわと飛んでしまうぐらいのエアリーなパウダーになっていて、なじませるとね、ピタッと密着しながらもさらっと仕上がるような感じっていうのかな。ちょっとこっち半分だけ少しふわっと乗せてみると、わかるかな、少し透明感出たの分かります。このラベンダーカラーの透明感と、さらっとした、さらっとしたで、ほのかにシルバーの細かいパールが入っているので、気持ちちょっとキラッと感があるんですけども、でもそんなに派手派手しい感じにはならないので、これもすごくね、活躍しそうな気がしてます。このシリーズが本当に可愛すぎたので、もう一つ買ってしまいました。これがね、チークです。すっごい可愛くない？見てよ、このセット。
もうこれは買っちゃいますわっていうね感じなんですけども、中のお色はね結構濃いです。こんな感じ、チークにするとかなりポンって感じになっちゃうなって思ったので、私はこれアイシャドウとして使おうかなと思ってて、少しアイシャドウにのせていきますけども、のせるとこんな感じ、可愛くない？ほらアイシャドウでもさ、ほらポイントになってとってもいいなと思ったんだよね。これリップにも合うと思わない？ね？いいよね。チークにつけるときは本当にしっかりとパウダーをはたいてから塗った方がいいと思うんだけど、でも粉質もとってもね細かくって上質なので、目元をこれで仕上げるんだったら本当にふんわり軽い感じでつけてあげるとつながりもできてすごく可愛いかなと思います。フローラ質はね粉物が強いんですかね、すごくこのね粉質の良さ、私好みの粉質を感じております。今回これを購入したら購入特典でいろいろノベルティをもらいまして、このチークを購入するとなんとこちらのチーク入れがプレゼントっていう感じでいただけて、もうどちらかというとこれ買ったのはねこれがついてくるからっていうのでね、ちょっと私買っちゃったんですけども、めっちゃ可愛くないですか。もうここら辺もさすが中国コスメっていう感じですよね。ノベルティの質というかクオリティが半端ない。これちゃんと中にしっかりほらちょうど入るんですよ。すっごい可愛くない？あとは同じデザインのヘアクリップ、ヘアクリップもついてきたり、これはパフュームカードですってね。これはクローゼットに入れたりとかできるようなもの。あとはもともと持ってたパウダータイプのミニサイズ 1g と 3g が入ってるものもいただいちゃいました。もうすごいですねノベルティが。さあそして続いてがですね、こちらフジコのノールックリップ01番のキュンなローズというこちらをね購入してきました。結構ねインスタで発売前から気になっていたアイテムでして、鏡を見ずにパパッと唇にね濡れてうるうるの唇にしてくれるってものでして、パッケージはこんな感じでちょっと薄いピンクカラーがね上なってるんですけども、結構ね変わってるのがね、ここの口の部分少し斜め切りになっている形状で、中身の色がこんな感じになっております。とっても使いやすいローズカラーですよね。のせるとこんな感じでとってもシアでツヤ感があって、唇に血色感をね足してくれるようなアイテムです。ほんのりちょっとルナソルのカラーが残ってるかもしれないんだけど、こんな上に塗ると、あ、というかノールックだよね、ノールックでグリグリと塗れるっていう感じだから、こんな感じ、ノールックでもシアーなのであんまりこうグリッと出た感じにも見えないってことだよね。山山みたいな感じにやらなくてもグリグリグリってリップクリームのように塗るだけでも仕上がっちゃうっていう、いやさすがですよね藤子さん。ツヤ感もとっても綺麗です。テスター使わずに買ったからね、どんなぐらいの発色かなと思ったけど、結構意外と色味も発色してくれるよね。とってもいい。あ、やっぱこれとさっきのルナソル比べるとやっぱこう滑らかさが全然違うね。こっちはちょっと引っかかる感じのがするけども、すごくこの藤子の方は滑らかです。唇がもうバターのようにつるんっていく感じ。ティッシュオフするとこのぐらい取れる感じにはなるのと、じゅわっと唇になんかこう溶け込んだ感じがする気もしますね。あと保湿効果がしっかりとあるから唇がうるっとしてくれてます。全部で3色展開だったんですけども、ちょっとオレンジ色味のものとピンク色味のものと、あとこのローズ系、どれもすっごくどんな方でも使いやすいようなもう王道なカラーなので好きな方多いんじゃないかと思います。続いてはベースメイクアイテムでございます。それがこちらインウイのグロープライマー化粧下地とリキッドファンデーション01番のお色を購入してきました。そうこれもねちょっと買うつもり全然なかったんですけども、テスター試したらめちゃくちゃよくって買ってしまいました。思わずインウイはですね、去年私この
アイブロウパレットを購入しまして、これきっかけですごく私の中で注目しているブランドだったんだけど、新しくこのファンデーションとかが最近出まして、やっぱめちゃくちゃいいです。資生堂のブランドなんだけどね、この下地はね、私はグロープライマーっていうちょっとこうツヤ感のある下地を買ったんですけども、もう一つフィックスしてくれるようなタイプのプライマーと2種類出ていて、どっちもすごく素晴らしかったんですけども、こちらのグローの方はですね、出すとこのような感じで、あ、分かったかな、ほらちょっともうすでにツヤっぽいんですよ。分かるかな、もう本当に発光するようなお肌に仕上げてくれるプライマーでして、細かいパールが入っているので、お肌をね、こうツヤツヤツヤってすごく美しい感じに仕上げてくれるの。それでいて仕上がりがスムースで、ベタベタ感とかも全然ないので、すごくお肌がツヤっと見えるのに、ピタッとした密着感をね感じる下地なので、とにかく使用感がとっても気に入ったの。SPF25 で PA2 プラスですね。なんなら軽くメイクを仕上げたいときはもうこの下地だけでも美しく見せてくれんじゃないかなと。プラスコンシーラーでちょっと隠すぐらいで、光でお肌をね綺麗に飛ばして見せてくれるような気がしているんだが、その横にあったこのリキッドファンデーション、これも素晴らしく良かったです。でこちらはですね、まあ、去年もすごく流行ったような美容液たっぷりのセラム系ファンデーションっていう感じですね。照りとしたこう美容液感はあるんですけども、みずみずしくお肌に乗ってくれて、ほら分かりますでしょうか、これまたねツヤが出てくれるの。これ下地ね、こんな感じでこの顔の中心、光らせたいところ中心にのせたりするといいと思うんだけど、わかるかな、ほらツヤが出てくれるんですよ、ほらほらほら、わかる。その後にさっきのねファンデーションを重ね付けすると、このファンデーションのセラムのツヤっていうのももちろんあるんだけど、下に仕込んだツヤ感も相まってめちゃめちゃ綺麗に仕上がるし、持ちがすごい良かったの。指でタップタップするだけでさ、こんな綺麗に仕上がるんだよ、一瞬めっちゃ綺麗じゃない。で程よくカバー力もあるので、大人肌でも嬉しいなと思いますし、すごく計算されたファンデーションとプライマーだなと思いました。そうで、インウィも1万3000以上かな購入すると、こちらがブラシケースになってるんですよ。こういう感じでね、持ち運び用のブラシをねこの中に入れたりとか、まあ、なんかいろいろとこれ使い勝手いいなと思ったんで、いただけてとっても嬉しいなと思いました。はい、そして続いてがですね、こちらでございます。ピメルのパーフェクトロング&カールマスカラの、スケカンブラックを購入しました。こちらは YouTube やっているアリちゃんのプロデュースマスカラかなと思うんですけども、まるで地まつげが伸びたみたいに嘘つきマスカラにしてくれるっていうアイテムでして、液がこういう透け感のあるクリアなブラック液なんですよね。で、3種類の、ファイバーが入っていて、伸びもね、よく見せてくれると。で中はこういった、カールブラシになっていて、ウォータープルーフみたいですね。で、美容液成分も配合で、セパレートも綺麗に見せてくれると。あ、やっぱりこう、クリアな液なので、あんまりこう、ついても、周りについても目立ちにくいね。あ、めちゃくちゃカールキープしてくれるじゃん。二度塗りするとちょっとまつげが増毛した感じになってる気がする。はい、こんな感じ、全然違うね。うん、めっちゃいい感じ。ちなみに最近発売されたブラウンカラーも売ってたんですけれども、黒の方が私はいいかなと思ってこっち買ったけども、塗り透け感出したかったらブラウンの方もね、おすすめだと思いますね。あ、いい感じいい感じ。これなら時間が経ってもパンダ目になりにくい液な感じがするので、ちょっとしばらくこちら使っていこうかなと思います。さあ、そして続いてがこちらです。ロージーローザーのシフォンタッチスポンジダイヤ型を購入しました。3個入りです。これがね、限定の3個入りのミントグリーンカラーですね。これ1個入りで確か売ってると思うんですけども、たっぷりと入っているし、このカラーもすごくいいなと思って。ほら見て、こんなに肉厚で
すごく柔らかいですし、こういうの1個あるとベースメイクの持ちもね全然変わってくるし、あ、さっきのインウィこれで仕上げてもよかったかもしれないですね。でしかも持ち運びができるようにほらケースも入ってます。これすごく嬉しい。このケース自体もあの大きいので、何、綿棒とかもう一緒に入れられそうな感じだね。で最近私がめちゃくちゃ使ってるツールがね、同じくこのロージーローザのもちっとした、パフなんですけども、これは2個入りで肌触りがベロアップと言いますか、もうすごくねしっとりとした生地なんだけど、これもファンデーションをね叩いてなじませるのにすごくいいの。さあそして続いてがこちらです。ハッチのボディウォッシュ B ハグでございます。アットコスメの美容部員さんが大絶賛していたから、なんかこう3位に上り詰めたっていうぐらい、かなり口コミが口コミを呼んですごく人気になったっていうのが売り場に書いてあって、めっちゃ気になるやんと思ってね。もう香りがもう蜂蜜そのものっていうぐらい、見た目もですよ、見てよ、もう蜂蜜、もう香りも蜂蜜。お風呂タイムがもう贅沢な時間にしかならないなというふうに思って買っちゃいましたよ、思わずね。実際に蜂蜜もこれ入っているので、まあ、そういった香りもあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ蜂蜜も入ってるってことだから、お肌もしっとりと仕上げてくれると思いますし、プレゼントにもすごくおすすめな気がしました。さあそして購入品の最後がですねこちらです。ラプロテインのほうじ茶味買っちゃいました。これはゆうこしちゃんのブランドですね。以前このプロテインを全部のお味送っていただいて、もうめちゃくちゃ美味しくって、もう最近こればっかり飲んでたので、最近このほうじ茶味っていうお味が新発売されたので、もう飲んでみたくって買ってきました。でプロテインも 12g入っていて、一個一個個包装になってるんですよ、これね。やっぱプロテインってさ、美味しくないと飲み続けられないじゃないですか。このブランド本当にどれも美味しくって、ピーチ、抹茶、黒ごまきな粉、あとミルクティーのね全部で4つの中に新しくこのほうじ茶が加わったっていう感じなんだけど、大きく入ってるものも売ってるんですけども、この形状もすごい使いやすくって、でやっぱすごい考えられてるなって思ったのが、切り取り線がここ2箇所あるんですけども、上はですねペットボトルに入れるときここまでしか開かないんですよ。だから粉こぼれがしにくくって、でこっちはシェーカーに入れるときっていう感じでパカッと全部開くので、すごく入れやすいんですよね。はい、ということで今日はアットコスメでの購入品ご紹介していきました。以上全部で48,190円でございましたね。結構購入したけども、春メイクにすごく大活躍してくれそうなアイテムばかりなので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。